はい、皆さん、こんにちは。村正です。今日はね、ヘッドライトのクリア剥がれをご紹介したいと思います。まあ、クリア剥がれと申しましても、カスタムペイントをされているんですね。黒に、こう、染まってるというか、まあ、ご覧の通りなんですけど、まあ、ちょっとブルブルさせて、飛ばしてみようかなと思ったら、まあ、微妙に取れないと。 ちゃんと足付けがされてるんですね。ヘッドライトの上をちゃんとペーパー号をかけて、まあ、色付きクリアですよね。カラークリア仕上げをしたんでしょうね。といってもこれ、うちの車両でして、まあ、中古で買ったと。私のね、あの、弟子の車両なんです。まあ、改造車を買ったんですね。要は、フルエアロにして、あの、ホイールをつけて、こういうとこを追って、塗装開始ですね。 で、まあそもそも着色してはいけませんよっていう話なんですけど、まあとりあえず剥がしていきます、黒まあもう研ぐしかないですね。ガシ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 削り込んで、ペーパーはね、これは320番で言ってたと思います。まあそうやって削り込んだ後、一応磨いてます。これ研磨しました。コンパウンドで研磨ですね。番手をどんどん折っていきます。 ペーパーの番手としましては320スタートの500、800、1200、23000と、そして研磨をしました。はい、研磨後にこいつをかけてきます。レンズリフォーマーですね。これはね、イサムの製品なんですね。2対1で割って多分そのまま塗ると、まあ実に簡単なものですね。まあただ希釈をして、希釈というですか、硬化剤を入れてそのまま塗るだけと。 あとは野となれ山となれという商品でございます。まあとりあえずこのマスキングの作業ですね。まあここが要になってきますのでマスキングをしました。ヘッドライトなんでね、まあそんなバタバタ塗るわけじゃないので塗装開始です。 商品の方も2対1で割ってただ塗るだけという商品になっております。一番面倒くさい作業としましては、事前の足付けと磨きが難しいのかなと思います。ここにかなり時間を費やされることの方が多いのかな。私たちは機械でこう削り込んでいましたが、別に手作業でも問題なくね、できるので、ここら辺は自宅の車庫でもシャッターさえついてればなんとかなるかなという感じです。 感単的にね、いい天気であれば、あの、オープンエアでも何とかなるのかなと思いますけども、まあ、我々からちょっとお勧すすめできるような作業内容ではありませんけども、できなくはないと思います。とにかくね、あの、削り込む作業で、あの、結果が変わってきますので、 ペーパーの番手をね細かく細かくしていくのが大切ですねまあ320番から始めてますけども500で始められなくもないと思いますまあ800でもなんとかなるのかな頑張ればいけるのかな手っ取り早くね我々は進めるために320スタートの5008001200と,と飛んでっていますけどもここはねあのお車の状態とかでも結構変わってくる部分なのかなと思います頑張れば全然自宅でできる作業なんでね これはね、意外とおすすめかもしれません。車のライトって綺麗になると新しい感じしますよね。とてもかっこよくなりました。いいっすね。ドや顔ですね。困ったもんです。耐久性も検証してまいりたいと思います。以上、村正でした。ご視聴ありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。